ちは。今日はね、今からもう夕方もう少し着いたらもう8時なんだけど、今日オートキャンプっていうめっちゃおしゃれで行けてるキャンプができる場所があって、ヨセミネとかいろんな場所にあるんだけど、今日はあのジョシュアツリーの方に2泊3日で泊まりに行きます。キッズ劇チーム、そう、着いたらね8時とかなんだけど、まああと2日もあるから楽しみたいと思います。クソ渋滞してんね、マジで。もう絶対隣だよ、またね。え、車にいんね、酔いそう。携帯いじってたから酔いそう。行ってきます。今もう渋滞がやばすぎてどこかわかんないけど、夜ご飯休憩ハビット、あれ、うつくない、ここバーガー屋さんハビットってところで夜ご飯を食べます。ねえねえ、ジラ疲れた？疲れた？お腹空いちゃった。マック食べんだよ。マックじゃないよ。でもハビットっていうバーガー屋さん。ハビット。ママも初めて。いいよ。みんなも初めて。優しいハンナ。ハンナ座りな。ニーナタイム。初めて食べんだけどハビット。食べたことある？な。ポテト美味しいね。美味しい。大変。ハビット食べたことないから今食べてるポテト。そうね、初めてだね。やっと着いて、今ゴルフカートでお部屋に向かってます。夜寒いわ。朝お昼暑そう。かわいい。でも真っ暗で伝わらないから。めっちゃかわいい。楽しみ、朝が楽しいや。ジニャ楽しい？はい、はい、キャッチザドッグ。これが今日うちら泊まる、今日から2日間うちらが泊まるお家です。エアストリーム。たらー、楽しみ。あら、もう来た。え、牛、何もつんなよ。めっちゃ綺麗。犬ゾーン。おやすみ、まっちゃん。メメリもねねちゃんしてるよ。おやすみ。ここで寝ます。寝ます。最高のセットアップ。明日4時に起きる。4時？外で見る。外のワイフィーしていいよ、見なくて。ユニフォーム持ってきた。何しに来たの？信じられない。バケーション。私歯ブラシを持ってくの忘れちゃって、フロスしてとりあえずワイプで拭いて。明日買うね、歯ブラシね。最近これ使ってんだけど、すごくない？強っ強っ強っ。おいでやだ。めっちゃいい。みんな使ってるよね。ユンスのビタミン C セラム。ここそこ、こめっちゃ乾燥すごいから、そうパックも持ってきた。明日しようかな。おやすみね。うん、おやすみ。はい。ジグニャーイ。何してんのよ。あっち行け。あっち行け。何？なんだよ。あっち行け。何言ってんの？あっち行け。あっち行ったら泣くなよ。Good night, ジニア。バイ。Love you. はい。えい。またうちしたの？今からね、ここに朝ごはんを食べ行くんだけど、歩いてるよ、ストローと思ったら。うっちした。素敵、朝ヨガ。明日起きれたら来ようかな。見てこの素敵な景色、最高。最高。じゃあグラノーラを食べに行きたいと思います。ワンカップ。今日はちょっとチーズも入れようかな。入れなくていいよ。え、美味しそうじゃん、チョコ入れたら絶対美味しくない。卵いいよ。もらったグラノーラが出来る。じゃあこれ1杯分ぐらいにしようか。
っぱない時の主婦の知恵。コップでワンカップ。パンケーキってその粉よりちょっと液体少なめだから、でヨーグルト入れるとね、ふわふわになる。と卵、うん、足りるか、足りるよ、うん。ここで今からパンケーキを焼きます。ダディがやばくない、この絶景超最高なんだけど。キッズもめっちゃ楽しそう。キッズってマジでどこ行っても楽しめるよね。楽しむことを見つける天才。美味しそう。パンケーキ難しいらしい。これ難しい、難しいって。でも美味しそうじゃん。これめっちゃ熱い、マジで美味しい。パンケーキグーグー。花はグーグーグー。こっち見てよ。え、あっ、サボテン入っちゃダメよ。美味しいパンケーキ、ビュー最高なんだけど、マジで熱い。今からちょっとパーク行ってプールに行きます。結局もう暑すぎてね、水着になった。結構意味わかんない格好してる。 B さんも忘れて足元アグーで水着でスウェットみたいな、ね、服間違えました。アンドいろいろ忘れた。あ、こっちよ、パーク。やばい、絶景。めっちゃ暑い。だって10月でさ、この暑さってさ、夏とか来たら結構楽しめないぐらいの暑さなんだけど。私あと、あさってね、バケイフルのツアーでサルベーションマウンテン、こっちまた来んの。暑い。楽しみ。でもサルベーションめっちゃ久しぶり。ツアーチェックしてね。お待ちしてまーす。ニーレ行け。下手くそ。ハナー。おー、惜しい。かわいいんだけど、このブランコ。チーニャー。楽しい？おぉ、入った。お、取れなかった。取れなかったわ。もう一回やって。入った、もう一回やって。ちょっと入ったばっかりだもん。入った。わー、プール貸し切り。ちょうどいい大きさ。ママ、うん、ピー、全然ハチさん大丈夫。ニーナリラックスじゃん。リラックスしてんの？水冷たすぎて私入れない。すごいんだけど。え、マジで氷水。キッズは楽しそうで何より。プールから帰ってきて、もうちょっと腹やば、腹やば。もうちょっと休憩タイム。もちもち。まあ、タイガが焼きそばを作って。どんな焼きそば、おいしい？お腹すいたな。うん、暗い。うん、おいしいね。うん、ピンク、青、スキップ、スキップ、スキップ、ハナ、グリーンかリバース。ポプシコおいしいね。周りの子がポプシコってさ、叫び始めて買わずにはいられなかった。でも1個2ドルと意外と安い。じゃあハンナ、風で。おお、はい、ハンナ、ハンナ。風で倒れちゃった。倒れるとこ取れなかったけど。倒れたね。あとみんなで使える。上からミストが出てて。マジで熱い。
ギールズ取んなきゃだから、お洋服を何個も持ってきたんだけど、なんか、来てみたら結構場違いの服しか持ってきてなくてさ、とか、スウェットに着ようかな。だってもうなんかスウェットとかさ、ヨガやってるような格好の人しかいないの。服装も違いました。シューズ開く、ちょっと待って。すごくないこれ。火がね、全然風つかないから、タイガが作ったの、キッチン。すごいわ。さすがだね、やっぱこういうところ。すごい。キッチンじゃん、もう。シェフです。さすがだわ。野菜炒めと、ステーキとご飯です。ウケるね、この子。なんかあの、定食屋。あれじゃない定食屋だ。なんだよ、紅花だよね。鉄板とカウンターいける。おいしいですか？うん、うん、どうじ、おいしい？シェフ大吾、この明かりでランタンで、うん、ソーステーキ焼けたかな、うん、薄いからうん、うん、いいじゃん、いけてる。スモアーズファイアピットついたから、隣の優しいおじさんがね、助けてくれた。スモアーズ作ろうね。ピーピーはい、ピーなーにーにーできてる。おいしい。なーにーこなーにーこママ作ってあげるから。ジーナ、ニーナ、ハンナでしょ、うん、食べてみて。ジーナ最初でしょ。スモアーズ美味しいね。ジグーですか。うん。何食べてんの。マシュマロ。美味しそう。スモアーズっていうの。マシュマロお化けちゃんいるね。マシュマロお化け美味しい。うん、めっちゃ美味しいね。うん、おはようございます。本日最終日、またグラノーラもらってきてご飯食べて。私のグラノーラ、ヨーグルトがね、冷蔵庫がね、めっちゃ強くて、ヨーグルトもカチカチなの。見て、シャーベットみたいになってる。タイガの麦茶見て。やばい。見て。見て、ほら。香ってるよ。アイスみたい。もういい天気。マジで、くっそ暑い。あと2時間半ぐらい。ゆっくりお片付けしながら過ごしたいと思います。食べなさいよ。